なんで君はここに…つか、このアリは…ちょっとこれ…ねえ、このケーキ何なの？誰かにもらったもの？アリってこんなにすぐたかったっけ？それ確か前にキャサリンが持ってきてくれたケーキだよな。俺、甘党だからさ。へえ、そうなんだ。私も。それよりなんでいんの？やだ、忘れたの？元気になったって言うから急いで来たんじゃん。え、そうだったっけ？つかマジで、なんか俺記憶が。もういっつもそんなこと言って。安心していいよ、ちゃんと元気だったから。あ、そうだ。今日はそれどころじゃ。今度は何？ほら、こないだ話してたホラー映画、今週で終わっちゃうんだってば。ホラー映画？絶対見逃したくないの。分かったよ、それ明日でいいだろ。とにかく今日は大事な用事あっから。どうなってんだよ、タク。やった。あのさ、聞きたいことあるんだけど。何のことか分かんだろう。え？なんか俺に言うことない？言うこと？何の話してんの？どうしても聞かなきゃいけないことがあんだよ。ちょっと何よ。いいから聞けって。実はある話を小耳に挟んだんだけど。ある話？そっちの知り合いからの話だよ。知り合いって誰よ？スティーブって男、知ってんだろ？スティーブ？ああ。スティーブなんて知らないけど。え、いや、知ってんだろ？ううん。そんな、一人も？だから、知らないって言ってんでしょ？一人くらいいるはずだろ？スティーブなんて珍しい名前じゃん。あ、そうだ、昨日会ったっけ？昨日？友達の子供が確かスティーブだったっけな。子供？何歳くらいのやつだ？いや、確か2ヶ月くらい？生まれたばっかだし。違う、そいつじゃないな。他にいるはずだろ。え、そりゃ調べればいるかもだけど。調べなきゃ出てこないような名前ってことなの？まあ、そうね。ねえ、何なの？いや、はっきり言ってよ。スティーブって誰の話よ？あんたの知り合い？一体何が言いたいわけ？いや、知らないんだったらもういいんだ。つうか、本当の本当に知らないんだよね。なんでそんなしつこく聞くわけ？知らないっつってんでしょ？ごめん、なんでもないんだ。はあ？
なんだ、どういうことだよ。まさかまたキャサリン違いなのか。でも他に誰も思い当たらねえよ。キャサリンが浮気してなかったら安心したけど、まずいな。いっそ正直に、いや、それじゃあ彼女より変な電話男の方を信じたみたいになるよな。ああ、なんて、いや、分かってもらえんだ。ああ、いや、知らなくてよかったっていうか、会社にさ、君を知ってるかもって人がいて、めんどくさい人なんだよ。よかった。はあ？ねえ、最近あんた変だよ。顔色は悪いし、何言ってるか分かんない時あるし。いや、ちょっと自分でも分かんないことが多くてさ、ほら、なんつうか、これから先のこととか。え、分かんないって何が分かんないの？え、いや、これから先が分かんないってどういう意味？違うって、仕事が不安なだけだよ。まだ新しい職場だしさ、取引先とうまくいってなくて、それで参ってんだよ。ねえ、最近変なメールが来るの。え、メールって、どんな？よくわかんないの、意味不明でさ、気味が悪い。それ、どんな、なんて書いて。いいよ、大したことじゃないし、言いたくない。いや、でもさ、あのさ、私に隠してることないよね。え、やべえ、不安にさせしまってる。しかも変なメールが来るとか言ってるし、今はキャサリンを安心させてやんねえと。隠してることなんて何もねえって。そっち、これから仕事でしょ。私も今からだから先出るね。え、あ、また連絡する。からとはどういう意味だ。とにかくあんたのこと知ってる知り合いは誰もいなかったっていうか。あ、キャサリンに話したのか。ああ、話したよ。別れるために手っ取り早いだろ。だが、いなかったとはどういう意味だ。こっちが知りたいよ。だから連絡したんだ。なあ、あんたの言うキャサリンの特徴を教えてくれないか。外見とか、そういう。悪いけど人違いだ。何？キャサリンって若い子は確かに知ってる。でも別人だ。ごまかそうったって。彼女は白人なんだ。嘘だ。だって彼女の口から確かにお前の話を。知らないけど、とにかく人違いだ。別にあんたを責める気はない。けどもう関わらないでくれ。どういうことだ。なら俺のキャサリンはどこに。知らねえよ。彼女だけが支えなんだ。妻とももう離婚の協議に入ってる。突然現れてこんな急に。いや、あの悪いけど。頭がおかしくなりそうだ。またあれに襲われる。おかしくなりそうなのはこっちなんだよ。もう連絡はしないから、あんたもこれっきりにしてくれよ。また切るな。話はまだ。なんなんだよこいつ。違い？ああ、向こうの言ってたキャサリンは別人だ。ったく、
なんだよ。よかったじゃねえの。どっかのバカの勘違いってことで。どこにだって迷惑な奴はいるもんさ。ねえ、あいつの勘違いだろ。けどあんたたちも気ぃつけてよ。例の噂話気にならないの？またそれか。噂じゃ今まで死んだ人たちって浮気癖のある男ばっかりなんだって。いいから仕事しろよ。ヴィンセントは浮気はもうしないんだ。だったら問題ないだろ。呪いか。本当にそうなら俺なんかは受けるしかねえのかもな。まあ、あれだ。不安な時はとかく呪いとか言いたくなるもんだけど、正直大人の発想じゃない。信じんのは勝手だが科学的にはねえよ。第一、寝てる間に死ぬなんて他にいくつも原因ありえんだろ。それにだ。それに？そう。なんだ最近、まあ、俺も変な夢見るしな。見るし？実は俺も最近おかしな夢を見ちまってる気がする。お前が言ってたみたいに内容はよく覚えてないだが。ああ、相当きつい中身だな。おい、マジかよ。だから大丈夫だって。心配ねえ、ただの夢だ。大丈夫ってそれでいいんすか？いいに決まってんだろう。待てよ、そういえばあいつあんな間がおかしくなりそうだ。襲われるってなんだ。まさか俺なんか大事なこと。それよりヴィンセント、お前だろ。彼女とどうする気なんだ。ああひでえ夢もこのゴタゴタのせいさ。けどおかげで完全に踏ん切りがついた。踏ん切り？当たり前になっちまってたんだ今までな。だけど俺にとって一番大切なのが誰か思い出せた気がすんだ。勝手な言い分だな。ほんと分かってるけど、こんな俺なんかと一緒にいてくれる人をこれ以上裏切れねえっていうか、ありえないんだ失うとかって。いや先輩なんかかっけっす。だったらこんなところで飲んでる場合じゃないんじゃない。ああまあ、ん？まだやり残しあるしさ、気持ち切り替えないと。そっか、終わり。ビール。ああ待ってて、持ってくるから。じゃあ今夜はがっつり飲みますか。先輩らのおごりで。出たよ。